椿のさ、アーチになってる。こっち椿多いね。もう落ちちゃってるけどね、だいぶ。海金剛は鷹の巣台地の50メートル眼下に広がる海中にピラミッド型や獅子頭のような奇岩が浮かぶ豪快な海岸美である。あ、ほんとピラミッド型と言われやピラミッド型だ。手前のやつなんかツンツンにピラミッド型だ。対岸の串本の山々は砂岩や泥岩でできていますが、それに対してここ紀伊大島や潮の岬は火成岩でできています。おお、鳥が、鳥さんがよう鳴いとります。あ、日差しが暑い。すんごい、このピラミッド型、本当にピラミッドだ。潮の岬、おお、風が強い。本州最南端、日本地図があるよ。北緯33度26分、東経135度46分。本州最南端、到達300メートルぐらいあるんだけど。ああ300メートル、大したことないね。もう300メートル、500メートル、大したことないね。150メートル。増えたね。潮の岬灯台。68段あるそうです。あと半分です。うわぁ、これすごい。すごい階段。すごい階段。下が見えんがな。すごい。すごい階段。あ、足元が見えません。よいしょ。どこしょ。この灯台は慶応2年1866年江戸幕府がイギリス、フランス、オランダおよびアメリカの4カ国と江戸条約で建設が決められました。ここは串本、向かいは大島、中を取り持つ純子千円だっけ、あれ、あら、なんとかなんとかって歌があったんじゃなかったっけか。なんか蒸し暑くなってきたぞ。うん、小座川の一枚岩、どこからどこまでで一枚というのでしょうか。これか、この下が続かってる、ここかい、この山かな、こっちの山かな。高さ100メートル、幅500メートル、すごい。一枚、確かにすごいね。小座川の一枚岩は冷え固まったマグマの塊が大地の隆起によって地表に現れ、川に浸食されて一面の岩壁となりました。マグマが冷え固まった岩はこの辺りから20キロ以上も東に向かって続いています。このマグマからできた岩の連なりを小座川湖上岩脈と言います。これ下降りれるみたいだね。小座川の一枚板は柔らかくて、比較的柔らかくて加工のしやすい石だって。この大きいのに、この石は宇津木石と呼ばれ、この地方で古くから石材として利用されました。採石場跡もあるんだって。